はいどうも、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ハミングです。今回からですね、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドをプレイしていきたいと思います。2023年5月12日にこのゲームの続編である、ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムが発売されますね。まあ、それに向けてってわけではないわけでもないんですが、このね、ブレスオブザワイルドをせっかくなんでね、クリアまでやっていきたいと思います。またクリアまでにね、ざっとこんな感じのことを目標としてやっていきたいと思います。で、さらにこれをですね、高難易度モードであるマスターモードでプレイしていきます。まあ主にコンプリート系のやり込みですね。武器や防具を縛ったりとかは特にする予定はありません。で、これらをね、さっくりと見ていただくために、一本の動画で一つのエリアを攻略していくといった進め方をしていきます。まあなんでね、広いエリアであったり、イベントの多いエリアだったりすると、まあ、動画時間がね、軽く3時間くらいになったりしてます。はい。ただそんな長い動画時間の割には、まあ、かなりテンポよく見れるように編集してるんで、まあそこら辺は大丈夫だと思っておいてください。まあ、個人的にね、結構このシリーズ気に入ってるんでね。まあ以上の点を注意してご視聴いただけると幸いでございます。でちなみに一番最初の始まりの第一エリアはですね、動画を撮る前に一通り練習も兼ねてプレイしたので、まあ解説プレイみたいになってるんですけど、まあそれ以外のエリアは割と自由に攻略していってます。さあ、ということでね、前置きかなり長くなってしまいましたが始めていきましょう。ハイラルを救うぞ。ニンテンドープレゼンツ。はい。いや、ちゃんと投資でやろうと思うのは、発売当初ぶりかな。なので、ちょっと久しぶりです。ブレスオブザワイルド。目を覚まして。目を覚まして。リンク。さあ、起床を催促されるところから始まるのが、まあ大体ゼルダの伝説ですね。はい、主人公のリンクです。ただブレワイの始めって結構異質やんな。よし、動けます。どうも、リンクです。寝てました。で、ここの台座に置いてあるものが、かなり重要アイテムですね。このように、一つしか存在しない。それは、シーカーストーン。です。長き眠りから覚めたあなたを、導くでしょう。これを使って、いろいろ謎解きができたり、まあ、いろいろ便利な機能があるんですね。シーカーストーン、中央のパネルが光る不思議な板。初めて見るものなのになんだか懐かしい。さて、じゃあ先に進んでいきましょう。はい。じゃあここに宝箱2つありますね。開けていきましょう。古びたパンツ、あちこち擦り切れたパンツ。着古されているがその分履き心地がいい。でもちょっと裾が短い。はい。という感じで、こんな感じでね、装備が手に入りますので、これを履いていきますか。古びたシャツ。かなり昔に作られた薄手のシャツ。少しほころんではいるが、まだまだ使える。でもちょっと袖が短い。シーカーストーン開くと、現在の位置、こうやってマップで見れるんですけど、こうね、宝箱を取っていったら、僕は基本的にこんな感じで、マークをつけていくんですよね。これがね、結構楽しい。はい、じゃあここに。シーカーストーンをかざすのです。はい。それはあなたの道を開くもの。スイカみたいなもんですね。 IC カードピッ。シーカーストーンを確認しました。ロックを解除します。
こんなね、技術が進んでるっていうね。まあ、シーカーっていうと、まあ、ゼルダの伝説でも結構出てくる一族ではあるんですけど、このブレス・オブ・ザ・ワイルドに出てくるシーカー一族は、かなり高度な技術を持っていますね。このハイラルを再び照らす光、今こそ旅立つ時です。寝起きで寝起きでなんてことを言ってくれるんや。まあ、リンクは多分そんなこと思ってないんやろうけど。さあここですよ。ここがな、すごいねんな、これ。これやばくない？いや、何回見ても感動するな。ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルド、タイトルの出方、良すぎるやろ。これ全部行けるところやからな。見えてるとこ大体行けますからね。いやー、すごいよ。そして、向こうには、ちょっと、汚い建物があって、汚いおじいさんがいるっていう。失礼やな。始まりの大地。はい。で、さっきも言ったんですけど、この始まりの大地のエリアは、一応マスターモードで、ちょっと練習のためにね、やってみました。で、まあ、ある程度、さっくり進めるんじゃないかな。それ以降は、もうほとんど、記憶にないので、本当に自由に進めていきたいと思います。まあ、動画なんでね、編集してさっくり進んでるようには見せるんですけども。木の枝。どこにでもしていそうな木の枝だが、振り回すのに絶妙なバランス。こんな感じで、至るところに木の枝とかが落ちてるんで、こんな感じで、武器として使える。で、別の武器に切り替えることもできたり、こうやってね、投げたりもできます。これいいよね。ハイラル岳、ハイラルの森を代表するキノコ。木のそばに生えることが多く、食べるとハート回復の効果がある。こんな感じで、至るところにね、食材とかも落ちてます。そのまま食べることができたり、料理して、さらにね、効果、回復効果を上げたりすることもできます。剣兜。森に生息する昆虫の王様。大きな角は煮込んで薬にすると筋肉の血流量を増やす。効果があると言われ、攻撃力が増す。これも料理に使えますね。こういうアイテムを集めるだけでも結構このゲーム楽しいからな。はいはい。リンク。リンク。僕です。リンク。めちゃめちゃ呼びかけてくる。シーカーストーンのマップに示された場所へ向かうのです。まあ、このね、始まりの大地のエリアって、チュートリアルみたいなもんなので、こんな感じで毎回説明してくれたりするんですね。はい、じゃあこのシーカーストーンの示す場所っていうところに、まあ、向かえと。メインチャレンジですね。まあ、メインクエストみたいなもんですね。とりあえずここのジジイに話しかけるか。こんにちは。おこんなところに人がいるとは珍しいの。さようなら。待ちなされ。そんなに急いでどこに行くつもりじゃ。見知らぬじじいと話をするのは苦手か。してお主こんなところで何をしておる。さようなら。ふん、好きにするがいいわ。あ、拗ねた。拗ねてもうたですね。リンゴもらいます。焼きリンゴ。リンゴを直火で炙った香ばしいおやつ。こりゃ、わしの焼きリンゴじゃぞ。わあ、わあ、わあ、冗談じゃよ。リンゴはこんがり焼いたぐらいがうまいんじゃ。あ、優しい。許してくれた。おう。ん？なんじゃ？ここは？ここは始まりの大地。遠くハイラル王国の発祥の地と言われておる。ハイラル王国ね。お、立ち上がったぞ、小さ。無理するな。てか、足太。ん？全然違うところカメラ向いてますけど。うん。あれは遥か昔より王国の祭事に使われておった神殿じゃ。100年前、その王国が滅んで以来長らく放置され荒れ果ててしまったがな。ああ、100年前に王国が滅んだと。ご覧の通りじゃ、今や誰もよりつかん忘れられた場所よ。なるほど。何してるの？焚き火にゆっくり当たってまた焼きリンゴでもこしらえるとするかの。食材はそのまま食うてもいいが、炙った方が栄養も増してうまいんじゃ。それは言えてますね。この後ろにあるこの棒ももらっちゃいましょうか。松明。火をつけると燃え続ける松明。おお。その松明どうするつもりじゃ。秘密です。うん。好きにするがいいわい。
言っておくが、この先には魔物があるぞ。いざとなったら武器としてでも使うんじゃな。適当に振り回さずに相手を向いてしっかりと前を取ることじゃ。はい、すげえめちゃめちゃチュートリアルやな。よくよく見てみると、こんな感じで木にも、リンゴが鳴ってたりするんで、これもね取りましょう。リンゴ、ハイラルでスタンダードな果物。スタンダードなんや。へえ、それは知らんかったな。で、このじいさんが言ってましたけど、このリンゴね、手に持つことができて、これを置くことができるんですね。こんな感じで。あ、失敗した。ほい。おい、焼きリンゴになった。ね。炙り続けるとちょっと燃えかすになっちゃうんでね。適切なタイミングで上手に焼けましたってことでね、取らないといけないです。これでちょっと回復量上がったんかな、普通のリンゴよりも。じゃあ先進んでいきますか。木こりの斧、山の木こりが愛用する木を切り倒す道具。素早く木を切り倒すことができる。この木こりの斧は本当にちゃんと木を切ることができるんですよね。ほいほいってやると、こんな感じで木が切れるんですね。でさらにこの丸太になった木を切ると薪の束ができると。どこにでも持ち運びできる薪。火種があれば火をつけることができる。さっきジジイが当たってた焚き火も、あの薪の束と火をつける道具さえあれば作れるんですね、どこでも。これいいよな、便利よな。でちょっとこの木を切り倒してね、欲しいものがあるんですよ。あ、どんぐり落ちてきた。あ、出てきた出てきた。これ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 。コログのうちは、木を切り倒すと時々手に入る不思議な葉っぱ。一振りするだけで大きな風を巻き起こし、軽いものなら吹き飛ばすことができる。これ結構便利なんですよね、マスターモードで。じゃあ進んでいきますか。で、皆さん。ほら。気づきましたか？あれですね。あいつ。あそこに敵が隠れています。記念すべき初めての敵なんですけど。戦い挑んでみますか。マスターモードの特徴として敵のねレベルが1段階上がってます。こういう敵たちって色によってそのレベルが分かれてるんですけど、本来通常モードだとここはね赤色のねボコブリンが出てくるんですよ、こいつらね。それがマスターモードだと1段階上の青ボコブリンが出てくるようになります。こいつらねこうやって攻撃するじゃないですか、体力減るでしょう。ほら、今体力ゲージが光ってると思うんですけど、これマスターモードの特徴で、一定時間ね、攻撃しないでいると、敵のね、体力が回復していくんですよ。なので倒すためには、もう、かなりね、一気に攻撃、ダメージを与えるっていうのが大事になってくるんですよね。で、今の装備だと、ちょっと厳しいっすね。なんで、ちょっと一旦引きましょう。うん、ある程度離れると所定の位置に彼らは戻っていくので、うん、やばいなと思ったらもう逃げるのが一番いいかもしれない。どうしてもこう倒したい時が多分あると思うんですけど、そういう時はですね、こう敵の近くまでこっそり近づきます。あいつが所定の位置に戻っているはずなんで、ゆっくりと近づいていきます。足音を立てないように、立てないように、ゆっくりと近づいていって、こうですね、不意打ちって下に出てきたら、やります。で、こんな感じで。倒れたら、倒れた方向に、こう一回後ろ回ったら、あら。うわあこれまずい。さあ、気を取り直して、もう一回入れましょう。なんか一定のダメージ食らうと、自動回復止まるっぽいっすね。回復する量が決まってんのかな。はい、じゃあこの、かわいいお尻に。はい。で、はい。不意打ちループですね。これ。はい。これをやると、かなり簡単に倒すことができます。不意打ちするとね、何倍やったかな ?8 倍くらいのダメージ入んのかな確か。なので、今持ってるこの木こりの斧が、まあ、攻撃力3なんで、8倍の24ダメージ入るってことなのかな。うん、これをうまいこと使うと敵を簡単に倒すことができます。ただ武器って耐久値があるんで、そんなにホイホイ倒すことができるわけでは、まあ、ないですね。まあ、とりあえず始まりの塔向かいましょうか。
さあ目的地ね、ここなんですけど、目の前にいるこいつがちょっと邪魔なんで、でちょっと武器もね、いい武器を持ってるんですよね、今の段階では。なのでちょっとこいつだけ倒しちゃいますか。はい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 、オッケー。旅人の剣、主に危険な野生動物に対する備えとしてハイラル全土で使われている剣。壊れにくいが、魔物相手には少し心もとない。いいね、こんな感じでいろんな新しい武器とか盾がゲットできると楽しいよな。落ちている適当な木の板に握り手をつけただけのボコブリンの盾、耐久性も低く簡単に壊れてしまう。こんな感じで盾もね、外したりつけたりとかできます。木の矢、最も普通に使われている矢5本セット、丈夫な木を削って作られている。まあ矢があるということは弓もあるんですけど、今ちょっと弓持ってるやつがねあそこにいるんですけど、ちょっとあいつらはね置いときたいんですよね。今一旦先に進みましょう。シーカーストーンをセットしてください。すげえ怪しんでるな。これにシーカーストーンをカチッとつけて、シーカーストーンを確認しました。シーカータワーを起動します。揺れに注意してください。おお。こけた。さじ響きからの赤ボコブリンとかおらんからな、ほぼマスターモードって。確か1体くらいしかいないっていう話を聞いたんやけど。さあ各地で似たような塔がね次々とせり上がってくるっていう現象が起きてます。これ一体何なんだ。大丈夫かリンク、その斧の歯とか背中に食い込んでない？大丈夫。始まりの塔、周辺のマップ情報の入手を開始します。ポチャーン。ごまだれ。周辺のマップが追加されました。ということでこのシーカータワーを起動すると、その周辺の、まあ、マップ情報がね、見れるようになるっていう感じです。よいしょ。まあ最近のオープンワールドのゲームではありがちですよね。聞こえる、女の子の声だ。あっちから聞こえる。100年の間眠っていたの。そうリング100年も眠ってたんですよ。この怪物が本当の力を取り戻した時、世界は終わりを迎えてしまう。まがまがしい化け物が城に取り付いておる。なってしまう前に早く。あそこで光っているあの光がから聞こえるんですね、この声。早く来てくれと、助けてくれとおっしゃっていますけれども、コンプリート。シーカーストーンの示す場所、リンク何のこっちゃ分かってないのでとりあえず探索を進めましょう。よいしょ。エビス丸みたいな声聞こえたけど。おお、来た。ジジイ。なんだそれは。いやはや驚いたわい。大地から次々と塔が姿を現しおった。おそらく、このハイラルの大地に眠っていた力が呼び覚まされたのだ。して、塔の上はどうであった？声が聞こえましたね。おお、ほう。城の方から声が聞こえたとな。お主はその声に心当たりはないのか？
かりません。そうか、それは何とも心苦しいの。お主も見たであろう、あの城を包み込むまがまがしい怨念の塊を。はい、あれの名は薬剤ガノン。今から100年前この地にあった国ハイラル王国を滅亡させた元凶じゃ。突如として現れた奴によって町は破壊され、多くの民たちの命が奪われた。そして今日まで100年もの間、王国の象徴であったハイラル城にあのような姿で取り付いたままその動きを止めておる。100年か。もしやお主、あの城へ行きたいのか。別にその行きたいわけではない。行く気いや、そんな顔してた、そんな顔してましたかね。僕黙っていても目を見ればわかる。まあでもあの声聞こえたからな、行かなあかんよな。じゃがここは陸のこと、この絶壁の大地から出ることは不可能じゃ。もし飛び降りようものなら地面に叩きつけられ、ひとたまりもないじゃろ。ああ、まあわしのようにパラセールを持っていれば話は別じゃがな自慢かな、それください。ほほほ、いいじゃろう。じゃがただというわけにはいかん。そうじゃな。ではあるところに眠るお宝と交換というのはどうじゃ。あるところ、メインチャレンジで閉ざされた大地、わしについてまいれ。はい、遅いな、早く進め。あやめんかすいません、すいません。行きましょう、行きましょう、早く早くめちゃめちゃ警戒された。お、うん、今わしの見ている先に怪しげに光る祠のようなものが見えるな。はい、あれは塔が地面からすり出したのと同時にあのように光り始めたのじゃ。なんか詳しいですね。ああいう場所には大概お宝が眠っておるものよ。パラセールが欲しいのじゃろ。お宝楽しみにしておるぞ。ああ、あの祠の中に行って、何かしら手に入れてこいっていう、そういうことだな、ジジイ。おお。はい。あなたは誰なんですか？ん？今更わしのことをしてどうするつもりじゃ。わしはもう随分長くここに一人で住み着いておる。変わり者のジジイじゃよ。ああ。さあ、早う光る祠からお宝を取ってこい。はい、すいません。行ってきますわ。とりあえずこのね、祠。あ、すげえ名医なあいつ。そうや、マスターモードになるとね、あんな感じで探索範囲もすごい広いんですよね。で、さらに、ああいう感じで、なんか風船みたいなに吊られた足場があるんですよ。ノーマルモードやと、あれはないです。ただ、ああいう足場のところには、ちょっと見えづらいんですけど、ね、奥にほら、宝箱あるでしょ。ちょっとレアなアイテムが入ってたりするんで、手に入れたいと思います。今はまだですけども。さ、魔王ヌの祠。で、この EX って書いてある宝箱。これはあのダウンロードコンテンツ、エキスパンションパスを入れてると、こう、登場する、まあ、宝箱ですね。開けましょう。ルビー。ちょっとお得なやつが入ってんのかな。ウェイッタ。じゃあ入りましょうか。入りましょうか。入りましょうか。シーカーストーン確認しました。さあ、シーカーストーンをかざすことによって、ワープ地点としてこの場所をマップに登録します。これ便利ですね。ファストトラベルできる場所になるっていう感じで、内部のロックを解除します。まあ、電源が入ったっていうイメージなんかな？この祠の。では、入りましょう。ウィン。はい。ちなみにここマスターモードやと赤くなってます。ちょっとした違いですね、ここも。祠を訪れし者よ、我は魔王ヌ、女神ハイリアの名に置き試練を与えよう。磁力の力。はい、この祠の中では謎解きに挑戦しないと
いけないんですよね。はい、まずはここにシーカーストンはめ込んでアイテムの入力を開始します。さて、どんな力が手に入るのか。ポチャーン。ごまだれ。マグネキャッチ、金属製のものを磁力で動かす、発射される磁力を当てることで金属製のものを掴む。磁力で掴んだものは持ち上げて自由に動かすことができる。はい、金属製のアイテムを動かすことができるようになる力がこのシーカーストーンに付与されたっていう感じですね。こうやって干渉できるオブジェクトはこんな感じでね、ピンク色で表示されて、カーソルを合わせると黄色くなると。で、黄色くなったところで A ボタンを押すとこんな感じでね、持ち上げたりすることができるようになります。これでいろいろねできるんでね、楽しいですよ。ほんとこのゲームいろんなことができるんでね、そういうのもバンバンやっていきたいね。さあ、ここにもあって、こんな感じでほら、重たい壁とかもこんな感じで開けちゃうことができるんですね。さあ、そこになんかいるでしょ。あれ敵なんですけど、あいつもね、この鉄の箱を使うことで倒すことができるんですけど、近い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 な。はい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 、何もしてこうへんくなった。虚無やぞこいつ。よし、オッケーオッケー。古代のバネ、古代の機械に使われていたらしいバネ、何度伸び縮みさせても壊れることがない。とても軽くて、なんと水にも浮く。へえ。古代のネジ、何度回してもすり減ることがない、見たことのない材質で作られている。じゃあこの先進んでいきましょう。今持ってる武器やとね、ああいうやつ倒すの結構時間がかかるんで、こういうちょっとしたギミックを利用して倒すっていうのも面白いところですね。で、あの上にある宝箱、あれも金属製なんで、このマグネキャッチで引き寄せることができると。OK。旅人の弓。いいね。初めて弓矢ゲットしたね。はい。ここも、はい、開けてしまうと。これでクリアですね。よいしょ。なんかミイラ化したシーカー族の人がいますね。試練を克服され、よくぞここまで。あなたこそ、まごうことなき勇者。我は悠久の昔、女神ハイリアの啓示を受けし者が一人。この試練の祠を作りし者、マオーヌ。この人が、マオーヌさん。ここを訪れる者の誠の実力を見極め、厄災討伐を果たせるよう、しるべとなる同志。英語とも思える流れの中、ついに真の勇者が訪れた。持ち上げすぎです。今こそ女神ハイリアの名において、克服の証を授けよう。あ、なんか出てきた。この人の体内から何か出てきた。うわぁ。克服の証、試練を克服した者だけが授かることのできる勇者の証明。体力も回復します。これで我が役目は終える。女神ハイリアの加護があらんこと。役目が終わると消えていく。ずっと待っててくれたんですよね。この、リンクが来ることを。さて、出てきたけど。出たぞ、またエビスマルが。これ見ようがしにパラセール使ってきやがるな。どうやら克服の証を手に入れたようじゃな。まずはよくやったと褒めてやろう。なんで上からやねん、この野郎。パラセールをくれ。待て待て、まずはと言ったろ。気が早いやつじゃ。しかし、塔の出現といい、この祠といい、すべてはお主の腰のそれ。シーカーストーンとやらに縁があるようじゃな。それはどういうことですか。シーカーストーンと聞いてわしも思い出したのじゃが、
その昔この地にはシーカー族という高度な文明を持った民がおってな、その英知の力によってこの地を幾度となく脅かした厄災を払ったそうじゃ。かの文明は遥か昔に耐えたと聞いていたが、まさかこんな祠に隠されておったとはな。おお。よいか、こうした祠はこの地にいくつも存在する。これ何個あんねやったっけ。試練の祠は全部で120個あります。120個すべて攻略するのは一応目標にしましょう。この大地にもあと3つほどあったはずじゃ。そのすべての祠で克服の証を手に入れたとき、お主にパラセールを渡してやろう。増えた。わしはお宝とは言ったが一つとは言っておらん。お主であれば一つも四つもそう変わるまいて。騙したな。僕を騙したな。その代わり祠探しのコツを教えてやろう。祠に限らず物を探すには高いところから見渡すのが、見回すのが一番じゃ。そうじゃの。もうちょっとさっきの塔に登ってみたらどうじゃ。嘘でしょ。ほほほ、慌てるではない。もう一ついいことを教えてやろう。シーカーストーンのマップを見るがいい。はい。まあ、チュートリアルなんでしっかり聞いておきましょう。お主が出てきたこの祠、そして塔にも青い印がついておるじゃろう。シーカーストーンの力を使えばその場所にワープできると聞いたことがある。と言うても昔の話じゃ、嘘かまことかはわからんがな。実際にじゃあやってみますか。ここにワープ。するとリンクが分解されていく。うわあ、うわあ、オッケー、生きた。おお、てか、なんでおんねん、お前。こんな老いぼれに遅れをとると、まだまだやの。ワープしたんですか。おおお、ワープなどせんでもお主に忘れまけるようなわしではないわ。さてさて、お主をここに呼んだのは、ここが祠を探すのに絶好のポイントだからじゃ。お主、シーカーストーンに望遠鏡の機能があることは気づいているか知ってますよ。望遠鏡を覗いて祠を見つけたら、ピンを打って目印にすることができるんじゃ。お前、もともと持ってたやろ、このシーカーストーン。うん。ちょっと持ってたやろ。ピンはマップでも打つことや消すことができる。お主の思うところにピンを打ってみるがいい。なんで知ってんねん、お前、この野郎。ほっほっほ、年の子というやつじゃ。信じる信じないはお主の勝手じゃがな。チュートリアラーや、こいつ。リンクに、いろんなことを教えるために、チュートリアルさせる、するために、待っててくれたいな。で、望遠鏡を覗いて、ピンを打ってみましょう。こんな感じですね。そして、もう一個が、あそこ。そして、もう一つがね、この左の方にあったはずですね。ありましたね。こんな感じで。ピンを打つことができて、マップを見ると、このピンの位置がこうやって表示されてます。右下のマップにも、赤と青と黄色のね、方向が示されてますね。これで、まあ探索便利に、簡単に進めることが、まあ、できるっていう感じなんですね。はい。で、ここ、マグネキャッチ使えるようになったので、こういうとこにね、金属の箱とかあって、こういうのも持ち上げられるようになってます。で、たまにね、水の中にあんな感じで、宝箱が落ちているんで、水はね、ちょっと潜ったりとかができないので、マグネキャッチがあるとかなりいいですね。よっしゃ、とりあえず取っていきますか。よっ。はい。琥珀。おいっと。オパール。まあ、こういう宝石系は後で打って、お金にすることができます。えい。で、ここに沈んでる、この金属の長い、細長い板っていうんですかね。これを使うと、はい、こんな感じで、箸にして、取れない宝箱を取ることもできます。じゃあ開けていこうか。中身は、氷の矢。氷の力が封じられた矢5本セット。当たると砕け散り周囲を凍らせることができる。特に熱いものには絶大な威力がある。はい、こんな感じで矢にも種類があるんですね。うい。炎の矢。当たると砕け散り周囲を燃やすことができる。特に冷たいものには絶大な威力がある。凍らしたり、まあ、燃やしたりすることができる矢ってことですね。うい。おっと、こんなところにも宝箱ありますね。拾っちまいますか。琥珀。よし。
さてと、次なる祠のところにまあやってきたんですけれども、この先ですね、進んでいきますか。おっと、なんと古代の遺物が急に動き出しましたね。さあ、あれはね、ガーディアンといってですね、リンクが近づくとレーザーを撃ってくるんですね。で、あいつをちょっと倒したいですよね。ただ物理攻撃とかね、弓矢とかで戦うと、まあ、自動回復もあったりするので全然倒せないんですよ。で、こういう時にどうするかっていうと、この盾を使います。うっ、あ、もう盾持ってないです。盾持ってないんです。うっ、残酷なゲームだ。さあ来いよ、やってやるぜ。うっ、くねー、うぃー、避けることはできるんだよな。ちょっと待って、あっぶな、見ました、今こいつね、フェイントしてくるんですよ。若干フェイントしてくるようになるのもマスターモード限定らしいです。行くぞ。来た。おれ。これが勇者様の力よ。はい。ということで、なんか来た。ガードジャストというテクニックです。いわゆるパリーですね。シールドバッシュみたいな感じです。これを使うと、ああいうガーディアンの攻撃も、弾くことができます。ちょっとやめて、来ないで。ったく、どうしよう、拾っとこう。キースの羽、これも薬の材料やな。ありがとう、ありがとう。アレのシャツ、エキスパンションパス購入特典、鮮やかな中にアレのロゴが入ったシャツ、簡単には手に入らないレアな一品だ。絶妙にダサいですね。行きましょう。ジャ・バシフ。これは誰がモチーフなの？破壊の力。さあ、新しい力が、シーカーストーンの力が手に入るぞ。まずはシーカーストーンはめ込む。リモコン爆弾。遠隔操作で起爆できる爆弾ですね、いわゆる。でこれ使って、おい。で、ボン。自分の任意のタイミングで爆破させられるからすごく便利なんですよね。旅人の両手剣、各地を旅する冒険者が愛用する両手持ちの剣。魔物との戦いではその重さを生かし、敵の構えた盾を吹き飛ばすことができる。さて、ここは向こうに持って行ってっと。ちなみにジャンプ中に爆弾を出すこともできるんですけど、その場合はこんな感じで足元から出現します。なので例えば敵に追いかけられてる時とかにね、こう走ってる時にこう生み出して走って逃げてドンみたいなこともできますね。ちょっと多分マスターモードやとそれ結構使うんじゃないかな。よし。じゃ、このギミックは、リンクが直接ここに乗ることで、吹っ飛ばしてくれて、宝箱が手に入ると。琥珀。で、この祠の中にも宝箱があるんですけど、それも全部取っていきたいな。さすがにちょっと、フィールドにある宝箱全部拾うのは、ちょっと攻略本にも載ってないんで、ちょっと難しいんですけど、こういう祠の中にある宝箱は全部取っていきたいなとは一応思ってます。これでクリアですね。よし、克服の証ゲット。おっと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 、あ、こいつも動くんか。ここ！よーし。確かこっち、あ、いた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 。あれも動くはずやんな。
動いた動いた動いた、やろうあれも。おらやった。どうもリンクです。さて残すところね、祠は2つですね。この2つのエリア両方ともちょっと高めの場所にあるので結構寒いんですよ。気温が低いところにあるんで、それ対策でちょっとある料理を作りたいので、その素材を集めに行きたいと思います。さあこの始まりの塔の横のエリア、池ですね。ここに魚が泳いでるんですけど、これをちょっとゲットしたいんですけど、爆弾でドンとやることによって簡単に手に入ります。はい、やれます。ちょっと残酷ですけどね。よし、じゃあ次はね、この最初のジジイがいたエリアのちょっとこの上の方登っていきます。上の方に登っていくと向こうにね、青ボコブリンの群れがいるんですね。この青ボコブリンの群れがいるここに、ここ、これ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 、ポカポカゾウの実、これですね。これをパクっていきましょう。あとはもう無視。じゃあな。じゃあな。危ない。さて続きましてはまたこのジジイがいたところから左側のこの森ですね。こっちの方にちょっと行ってみましょう。で、森の中にはあんな感じで野生の動物がいるんですね。イノシシがいるんですけど、あのイノシシをヘッドショットで倒すと、はい、これ獣肉、平野森にいる動物から手に入る肉、そのままでも食べられるが調理すると美味しさアップでハートの回復量も増えるということで、この獣肉と、ポカポカソウの実と、ハイラルバス、この3つをちょっと料理で使おうと思います。よーし、着いた。これあのジジイの家です。はい、ジジイの小屋が先攻略したジャ・バシフの祠から、南の方向にありますね。ここです。ここに、料理ができる鍋があるんですよ。ここでさっき手に入れた材料を使って料理していきたいと思います。鍋の蓋ちょっとこう、これ立てね、松明も取っとこう。じゃあまず、さっき手に入れたポカポカソウの実ですね。これを、じゃあ3つ。そして、獣肉を1つ。で、ハイラルバス1つ。これを、この鍋に、ぶち込む。すると、ピリ辛3回焼き。厳しい寒さに耐えられる体感効果レベル1の料理ができました。じいちゃん。ん、なんじゃ、何してるの。少し疲れたので焚き火に当たって休憩中じゃ。しておなし、お腹は減っておらんか。わしの手料理鍋好きに使おうてもいいぞ。料理してみたよ。これです。おぬし、それはわしの考案した究極の料理、ピリ辛3回焼きではないか。おぬし、どうしてそれを。いや、それよりそのレシピは。ほうほう、そうじゃった、ハイラルバスを入れるのじゃな。よかろう、お主の料理のセンスを認めてこの防寒着を進呈しよう。はい、ということでこれでね、防寒着を手に入れることができて、寒さガードがついてます。これ、これさえあれば料理食べずとも常に防寒対策ができるという素晴らしい素晴らしい服ですね。うん、これが欲しかった。うん、デザインも悪くないじゃないか、防寒着。さあ、じゃあこの防寒着を着てね、雪山の方に向かっていきたいんですけど、ちょっとだんだん夜に近づいてきているので、この焚き火で時間経過させることができるんで、ちょっと朝まで休憩しましょう。火に当たって、じいさんと雑談しましょう。おいくつですか？はぁ、92歳。なるほど。ということを話しながら夜を明かしました。じゃあ向かっていきますか、雪山の方。さあ、来たぜ、雪山。入っていこう。さあ、右下のメーター見てください。ほら、今、ほら、動いてるでしょ。寒いところに入ると、こんな感じで、
メーターが減っていきます。で、一回リンクを薄着にしてみました。この状態で入ると、はい、こんな感じで耐えられない寒さになってきた。これ以上ここにいるとダメージを受けてしまう。こんな感じでリンクがとんでもなく寒そうな顔をして、これずっといるとね、ほらダメージ食らっていくんですよ。なのでこれを対策するために、防寒着を着ると。あとね、もういくつかこの防寒対策する方法があって、それが、さっき作ったこれですね。ピリ辛三回焼き、体幹効果についている料理を食べることで、まあ寒さ耐えれると。あともう一つが薪を持ってですね、ここに薪を置くじゃないですか、炎の矢で燃やす。するとここに焚き火ができるんですよ。この焚き火の周りにいると温度が高い状態を保てるんですね。ただその場所、焚き火の周りだけなので移動したい時とか不便じゃないですか。そういう時は松明、これに火をつけることでいつでも暖かい状態を保つことができます。試しにこの状態で服を脱いでみても、見てください、この凛々しい顔。俺全然寒くないぜっていう顔してるでしょ。これで、まあ、聖火ランナースタイルですね。この状態で、まあ、移動すると寒さ耐えられますっていう感じですね。危ない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 、とんでもない矢撃ってきたぞあいつ。ということで防寒対策でした。よーし、来たぞ。トゥミ、ンケの祠。だいぶ登ったな。寒かったぜ。入ろう。氷柱の力。暖房効いとるな、この中は。あったけー。よいしょ。シーカーストーンセット。アイスメーカー。水面に、氷柱を作り出す氷の柱ですね。水辺での足場や障害物として利用ができる。作った氷柱にもう一度使うことで破壊もできる。よいしょ。さて、じゃあこの祠はその力を使って進んでいきましょう。こんな感じで水の上で使うと、氷の柱ができて、その上に登ったりすることもできると。で、もう一回これに使うと、壊すことができます。で、確かこれは、全部で、3つまでやったかな、作れんの。3つ以上作ろうとすると、一番最初に作ったやつが壊れていきます。ここも、これ使うと、わー、すごいね。はい。こんな使い方もできるんですね。やばい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 。ちょっと待って。痛い。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいよ。あ、ここはこれを使うと障害物にすると。待てい、こいつ障害物にすること。あばーい、適切な距離、適切な距離を保て。ソーシャルディスタンス。あいたあいたあいた、あいつも吹き飛ばしたい。無理だ。オッケー、2発目、3発目、4発目、よし、完璧だ。手ごたせてくれやがって。だってここの宝箱はここですね。中身は旅人にあり。持てない、持てないけど取らないとダメだからね、チェックマークつけるには。これが槍です。槍は月ですね。で、頑張りゲージ消費する攻撃は、連続で月をやってくれるって感じか。いいですね。ここは、これで、登れると。てれれれてれれれん。てででででーん。克服の証。さて、アイスメーカーの力を手に入れたってことで、この、祠の手前にあった池、あそこに浮かんでる宝箱ですね。あれ取ることができます。こうやって足場を作っていって、危ない！ちょっと、リンク！リンクー！敵死。ちょ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 、やばいやばいやばい、大丈夫この宝箱。オッケー、取れた取れた。よーし。
オパールと。じゃあ次の祠向かっていきますか。ちょっと縦サーフィンやって帰りたいな。縦サーフィンで下っていきますか。はい。やっほー。おお。いや、早い早い。雪の上やと縦の耐久値は減らないです。すごいな、なんか後ろから。なんてことや、あいつ。あいつとんでもないやつやぞ。雷の矢撃ってきたぞ。あれね、あいつ。どうします？あいつただじゃ済まさへんぞ。ふさわしい倒し方をしてやろう。やつは。まったく。あ、やべ。リンクちょ、マスターモードと全然関係のない死に方してしまったんやけど。ダサー、今の。あいつどうしてくれようか。あいつでも、ね、気づいたらね、上飛んでっちゃうんですよね。ああやって。まずはこの、オクタを、撃って、落とすと。バカタレが、雷で落とさへんし。宝箱欲しいから。あ、やばいやばいやばい。リンク！リンク！リンク！下手くそー。やつはこっそり忍び寄って、これだとバレへんやろ、まだ。高さ的に。ここギリギリバレてない。ここギリギリバレてないよ。おら！よし。よっしゃ、電気の矢。ありがてえ。電気の力が封じ込まれた矢。当たると砕け散り、周囲に電気が発生する。特に金属製は水に濡れたものには効果が大きい。ということなんですよ。さっきね、一番最初電気の矢でやられた時って、金属の板の上に、僕ちょっと立ってたんですけど、そこに矢を打ち込まれたから、あんだけ、でかい電気が発生して、痺れて死んでしまったっていうことですね。お、兵士の意味。耐久アップついてるぞ。いいね。ありがてえ。倒したかやったな。さて、最後の祠ですね。やってきました。ここか？わ、モダイの祠。よーし、行こう。時を止まれ。さあ、次の能力はどんな感じかな？時を止まれ。ビタロック。物体の時間を止める。時間を止めた対象に衝撃を与えると動く力を貯めることができる。貯められた力は動き出した時に一気に解放されるので、うまく使えば巨大なものを動かすこともできる。なんかとんでもない能力を手に入れましたね。物体の時を止めるっていう。このビタロック。物体、その止められるオブジェクトっていうのはこんな感じで黄色く表示されます。止めたいタイミングでボタンを押すと、こんな感じで動きを止めることができます。もう一回叩くと、動かすることも、まあ、可能という感じで、ここもこんな感じで、でっかい石の玉が転がってくるんですけど、その石の玉を止めちゃって、で、もう一回動かすと。こんな感じでね、謎解きに使えるという感じですよ。すごいよな。そして旅人の盾。ありがたい。そしてここに、この武器がまたいいんですよ。鉄のハンマー。鉄でできた大きな金槌。もともとは鉱石を叩き割るのに使われていたが、武器としても結構強いと。攻撃力12。今持ってる武器の中やったら多分ダントツで強いですね。これはね、絶対1個は持ってきたいんですけど、何捨てよっかな。でもこれいらんな。これじゃあ、ここで使っちゃいましょう。まずこの鉄球の動きを止めます。その状態で、この鉄球に攻撃を与えると、もう矢印出るんですよね。で、時間が動くと、溜まっていた衝撃が一気に解き放たれて、遠くに吹き飛ばすことができるって感じですね。一応殴るときに耐久値使っちゃうんで、まあ捨てる武器でやるのがいいかもしれないですね。よし、克服の証4つ目。これでジジイに言われていた数集めることができました。オッケー。どこからともなくジジイの声来たー。
これでこの大地にある全ての祠で克服の証を手に入れたことになるの。ほほほ。時が来たな。リンク。お主に全てを話す時が。四つの祠が交わる場所を訪れるのじゃ。わしはそこで待っておるぞ。ガチ党になったな、急に。よいか。四つの祠の交わるところじゃ。消えた。成仏なされた。じゃあ、その場所に向かいたいんですけど、その前に、ここですね。ここの岩も。おい。はい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 。これで、ドーン。飛ばすことができる。で、宝箱あります。旅人の弓。弓ありがてえな。うい。で、ここね、あそこ。あそこの出っ張った足場のところに、実は、鉄のハンマーあるんですよ。ちょっと取っときたいですね。そしたら、ジジイが言ってた場所に、向かいましょうか。うん。四つの祠が交わる場所って言ってたんですけど、最初にね、ジジイって初めて会った時に言ってた、祭事に使われていた建物、あったじゃないですか。あそこですね。あそこで、あのジジイが、待ってます。時の神殿跡ということで、ゼルダシリーズやってる人ならまあ知ってると思うんですけど、ここがあのかの有名な時の神殿ですね。うん、時のオカリナとか、あとトアプリ、あとスカオにも出てきたかな。結構いろんな作品でこの時の神殿っていうのは出てくるんですけど、その建物がこれですね。まあ同じ建物かどうかちょっと定かではないんですけども、この一番上のところにね、さっきのジジイがいます。ほらすーごいなんか異様な雰囲気を漂わせているけど、来たよさすがさすが。フルボイス。ではわしの本当の姿を見せるとするかの。我が名はローム・ボス・フォレームス・ハイラル。かつてこの地にあった国ハイラル、その最後の王だ。なんだって。ハイラル王、最後の王。100年前にあったハイラル王国の王様です。この国は100年前大厄災によって滅んだと言うたな。わしはその時に命を失い、今や魂だけの存在となってしまった。記憶の確かでないお主に全てを語れば混乱する。そう考え、わしは仮の姿をとっていたのだ。許せよ。そんなことできるんですね。今こそ話そう。100年前何があったのか、うん、ここ結構大事な話やからな。厄災ガノンの正体、それは太古の昔、この国に生まれた魔王が怨念と化して復活した姿なのだ。ガノンは伝説や研ぎ話に現れるものとして語り継がれてきた。だがある時、王国の占い師が一つの予言を告げたのだ。大地に厄災ガノン復活の兆しあり。だがガノンに抗する力もまた大地に眠る。我らは予言に従って発掘を行った。その結果、陶器祖先の手により作られた遺物がいくつも発見された。人が操る獣をかたどった四体の巨大遺物神獣、自らの意志で敵と戦うからくりの兵士ガーディアン、それらは我が国で長きにわたり語られてきた伝説と見事に符合していた。なるほどな。封印の力を持つ王家の姫と大魔の剣に選ばれし騎士
彼らは遥かな太古、異物たちと共にまことガノンを封印していたのだ。100年前の王国には力の継承者である姫と才能ある騎士がいた。そこで我らも祖先に習った陣を張ることにしたのだ。ハイラル中から特に優れた能力を持つ4人を選び出し、神獣を操る任につけ、そして姫を長とし、彼らを英傑と名付けて結束を固めた。姫と5人の英傑が揃うことで厄災は封印できるはずだった。だが狡猾なガノンは我らの想像を超える策を持って復活したのだ。いや、これはめちゃくちゃ怖いよな。こっちが使おうとしていたガーディアンを乗っ取られたってことですからね。地下深くから現れ、神獣も。そしてガーディアンと四神獣を乗っ取り襲いかかってきたんだ。城の民や神獣の英傑たちは命を落とし、選ばれし騎士も姫を守るために傷つき、これめちゃくちゃ怖いって。トラウマレベルやろ。ハイラル王国は厄災ガノンに壊滅させられたのだ。しかし生き残った姫はなおも一人でガノンに立ち向かった。リンク、後を託します。あなただけが最後の希望。姫の名はゼルダ、わしの娘だ。そして最後までゼルダを守ってくれた騎士、それがお主だ、リンク。あの日お主の命運は一度尽きた。だがこの大地の祠に運ばれ、百年をかけてようやく蘇生を果たしたのだ。お主が目覚めてより幾度か耳にした導きの言葉、あれは今もハイラル城でガノンを抑え続けているゼルダの声だ、うん、だがゼルダの力は時期に尽きる。その時奴は完全に復活し、この国は今度こそ滅んでしまうだろう。リンクよ、国を守れなかったわしに言えたことではないが、それでも頼みたい。ガノンを倒し、民を、そして娘を救ってやってくれ。だが今なお四神獣はガノンに奪われたまま、ハイラル城でも多くのガーディアンが動き続けておる。今のお主がすぐにあの城へ行くのは厳しかろう。まずはここより東の地にある村を訪ねるのだ。村の名はカカリコという。そこに住むインパという者がお主の行くべき道を示してくれるだろう。カカリコ村の場所はシーカーストーンのマップに記されておる。まずあの双子山を越え、道沿いに北へ進むのだ。うん。おお。さあ、約束のパラセールを受け取るがいい。これもらうために頑張ってきましたから。パラセール、始まりの大地でハイラル王から譲り受けた。風を受けて滑空ができるアイテム。いや、この王がさ、この頼み事するシーン、結構鳥肌立つよね。だって王様がこんな、まあ、英傑って呼ばれてたとはゆえ、言うたらな、全然自分より下の立場の人間に頼み事をしてるっていうのがね、ゼルダ助けてやってくれ、つって。熱いよな。
メインチャレンジ、閉ざされた大地、コンプリート。これで、この大地の断崖を飛び降りられよう。お主に伝えねばならぬことはこれで全てだ。では頼んだぞ、リンク。ではこれを伝えるためだけに、ハイラローは、100年もの間待ってたんですよね、ここで。リンクが起きるのを。でもそれはみんななんですけど、ゼルダ姫もそうやし、今から向かうかかりこ村にいるインパもそうなんですけど、みんながみんなこのリンクを待ってるんですよ。いや、リンクこれ頑張らなあかんで、マジで。まあ、とはいえこのゲーム、もう遊び心がたっぷりすぎるので、早くゼルダのところに向かいたいのは山々なんですけど、かなり寄り道していくことになりますね。じゃあ宝箱あげますか。兵士の意味、ありがとうございます。助かります。よし。さあ、これでパラセールを手に入れたということで、かなりね、移動が楽になります。空中でパラセールを開くと、こんな感じでゆっくり滑空することができるんですね。まあ、高いところから遠くまで行くのに、まあ、とても役に立ちますね。まあ、頑張りゲージちょっと消費するんですけれども。まあ、かなり移動に使えるので、これを手に入れてからね、この始まりの大地の探索を僕はちょっと進めたかったので。で、今から本格的に探索進めますか。宝箱とか、あと、まだちょっと取ってないんですけど、コログの実っていうのがあるんですよね。それを集めていきたいと思います。よし。じゃあ、ちょっと時の神殿下ったところ、ここですね。ここに一個宝箱があるんですけど、手前に、こいつ寝てるんですけど、こう、ボコブリン系ってね、夜の10時を過ぎると、こうやって寝るんですよね。で、寝てる時って不意打ちし放題なんで、えい。まあ、暗殺することができます。こいつらと戦うのは夜がいいですね。じゃあ開けますか。この中には、ハイリアのズボン。柔らかな布で作られており、心地がいい。作りは丈夫なので、旅の装束としても人気。よし。さて、今のツンツルテンのね、状態のこの古びたパンツから、このハイリアのズボンに変えてみますか。おー。あ、一気に旅人って感じになったな。いや、いいですね、これ。これで防御力も上がりましたしね。いいんじゃないでしょうか。さて、じゃあ、道中の、ああいう、ボコブリンたちも暗殺していきますか。おい。焼き鶏肉。樽の中に鶏肉が入ってたぞ。しかも焼かれてる。絶対腐ってそうやけどな。はい、このスライムみたいな敵いるじゃないですか。こいつを、倒すと、中からね、チュチュゼリーというアイテムが手に入ります。何か刺激を与えると変化するらしい。料理とかにも、これ使えるやつですね。これはいくつか手に入れておきたい。さっき言ってたコログの実っていうものを集めていきたいんですけど、このマップに全部でね、900体コログが隠れてて、これ全部見つけるの結構大変やと思うんですけど、僕一応ね、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドパーフェクトガイドというね、攻略本を持ってるんで、そこに全部のコログの実の位置が示されているので、ちょっとそれ見ながら集めていきたいと思います。じゃあまず一つ目。なんか水の上にあるハスの葉が輪っかになってるんですけど、そこに飛び降りる。これでコログが出てきます。うわ、見つかった。あれ？ボックリンかと思ってびっくりしちゃったよ。君僕が見えるの？僕はコログ。森の妖精さ。あ、そうだ。ボックリンに会ったらこれ返しといて。コログの実。コログがくれた小さな実。集めたらいいことがありそう。ちょっと匂う。ちょっと臭いみたいですね、これ。うんこかな。あ、そうそう、僕の仲間はいろんなところに隠れているよ。怪しいところがあったら探してみてね。よかし。これ集めるの結構、骨折れるぞ。頑張ろう。なんかこの伝説の剣みたいなのが刺さってんねんけど。錆びた剣。一応使えるがすぐに壊れてしまう。いらないですね。
じゃあこのひび割れた岩にはドーン。で宝箱あると。オパール、うい。さて、時の神殿の中にこれでっかいね女神像があります。この女神像に祈ると、試練を乗り越え克服の証を授かりし者よ、そなたに力を与えましょう。すでに克服の証を4つ持っているようですね。その克服の証4つと引き換えに望みの力を与えましょう。ということで、克服の証4つ渡すと、まあ、ハートの器を増やすか頑張りの器を増やすっていう2つの選択肢が出ます。まあ、体力ゲージを増やすか頑張りゲージを増やすかっていう感じなんですけど、とりあえずまずね頑張り増やしましょう。結構移動で使うんで頑張りは、まあ、ハートはね正直攻撃食らわなければいけるんで、崖登ったりするのに頑張りの器結構使うから、頑張りゲージ伸びましたね。 OK、 お行きなさい、このハイラルに安寧を。ありがとうございます。入り口に、入り口にいるよ、あいつ。ボコブリンがいるよ。永遠にお眠り、旅人の弓。うい。なんか街道を張っとるボコブリンがいますね。あらよっと、そらよっと。あ、こんなところに火打ち石。金属の武器で叩くと火花が出る携帯型の火種。薪の束を近くに置いておくと、ま、焚き火を起こせる。一回で壊れてしまうが冒険にはとても役立つ。うん、これ便利ですね。例えばこの火打ち石を手に持って置くと、でこれを金属製の武器、ま、剣とかでパチッと叩けば近くのものを燃やせるんですよね。ちょっと今もったいないんで使わないんですけど、使える機会があったら使いましょう。多分絶対あるけど。さて、この一番この上にあるこの岩、これを持ち上げると孤独だぜ。さて、ちょっと小技なんですけど、ジャンプ中に弓を使うとスローになります。これで簡単に狙いをつけることができるんで、結構強いですねこれも。こんなとこに不自然な花が生えてますけど、これ取るとこうやって移動していきます。で最後の白い花を取るとコロク。いろんな方法で隠れていやがる。3個目、またねー。さてさて、ここはねボコブリンの拠点ですね。ボコブリンがあんな感じで待機してる場所があるんですけど、そこにねあんな感じで宝箱が置かれてることがあるんですよ。あれも回収したいんですけど、このエリアにいるボコブリン全員倒さないとあの宝箱開けられないんで、全員倒します。あそこの弓矢持ってるやつがちょっとこっち向くと怖いな。こっち向かんことを祈りながら、おい。で、あの高台にいる弓矢持ってるやつはですね、ヘッドショット、弓矢のヘッドショットが特攻なので当てます。あれ死なへんかった、まあ、倒しますけどね。さてラスト1体だ。恐ろしいだろう、死神の足音が聞こえるんじゃないか。刻一刻と近づいているよ。おやすみ。やったぜ。はい、これで開きます。オパールか、うい。宝箱集めの途中なんですけれども、ここですね、このエリア、なんと来ましたね。はい、初ボス戦、始まりの岩ロック、岩ロック戦です。こうやって各地に岩ロックと呼ばれる岩の化け物がいるんですよ。いってー、こいつを倒すと結構いい鉱石が手に入るんで倒していきたいですね。でまずは足元に爆弾を
当てると、ちょっと待って、うまいこといかんな。いや痛い。OK 腕ですね、足元じゃなかった。腕に当てるとこうやってダウン取れるんで、その状態で上に登ってさっき手に入れた鉄のハンマー、これがイワロックのこの、弱点部分に特攻ダメージを与えることができるんで、これを使う。よし、えい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 。で一回衝撃波を与えるともう一回登ることができて、まあ、倒せますね。これ普通の武器で攻撃すると全然倒せないんですけど、このハンマーを使うとかなり早く倒すことができるんで、まあハンマー系はね必ず手持ちに1個は持っておきたいっていうのが、まあ、これが理由ですね。ルビーありがてー。さてまたいますね敵が。さっき多分ね一撃で倒せへんかったのは弓が弱かったからやな。ほいほい。さて残りの3体はこのコログの内輪でやってしまいますか。よいしょ。で、コログのうちわって、こうやって仰いだ後、ちょっとね、隙があるんですよ。その隙を消すために、盾を変えます。すると、この隙がすぐになくなって、次の一撃を放つことができます。よし。おい。最後の、おい。最後にお一撃試合。やったぜ。はい、これで宝箱ゲットできると。オパール。うい。焼き獣肉。この肉食おうと思って、あいつはテンション上がってたんやな。ご馳走ができたぜ、みたいな感じで。さて、谷と谷の間のあの渓谷、ここにも敵の拠点があります。なんですけど、ここはちょっとね、一旦、夜にしましょう。夜襲をかけたいと思います。さあ、午後9時ですね。あ、めんどくせえやつ出てきた。OK。まずは高台にいるやつを処理しますね。中には、おらん？あ、中おらんのか。なるほど。お、やべ。あ、ぐっすりだぜ。さてと、ハンマー使いますか。永遠にお眠り、永眠。さあ、ラスト1体、まだ残ってるんですけど、あれちょっと変わった倒し方したいですね。ということで、爆弾使いましょう。これ、爆弾をね、投げると、こんな感じで、爆弾に夢中になります。その間、こっち気づかないので、この間に、ケツしばくっていうこともできます。あえてね爆弾遊びに夢中になってる最中はどんだけこっちが物と立ててもそっちに夢中になってて気づかないので、ああやって気をそらすっていうのもありですね。ただ気づかれてる状態の時に、爆弾を出してああやって遊ばせても不意打ちできない時があるんで、そこは注意ですね。炎の矢ありがてー。ういー。さあ、この塔、明らかに上に何かありそうですよね。登りますか。よくもまあ、こんな取っかかりのないような場所を登るよな。かりん塔かよ。ドラゴンボールに出てきたかりん塔を登る悟空のような感じですね。登頂。よし。宝箱ありましたね。木の矢10本。ありがてえ。よい。じゃあちょっと向こう側の高いところをちょっと登りますか。よいしょ。で、ここの、向こうですね。あれ？あの謎のブロック。あそこのところまで行きたい。よいしょ。さあ、ここの上に登りましょう。来ましたね。さあ。これ、ブロック合わせっていう謎解きなんですけど。こうやってマグネキャッチで持ち上げられるので、これを
まあ、他のブロックと同じような形にする場所に合わせるっていう感じですね。で、謎解くとコログ出てきます。またねー。まあ、至る所にねコログこんな感じで隠れてるんで、これ探し出すのは多分全部は初見じゃ無理なんじゃないかな。攻略本とか使わな多分きついでしょう。それでまたかりんとうチックな柱がまたありますね。あれも登っていきますか。で、さっきよじ登った時もそうだったんですけど、結構これ頑張りゲージ消費するんですよ。なのでこの頑張りゲージを極力消費せずに登る方法っていうのがあって、それを紹介したいと思います。まず、薪を4つ手に持って地面に置きます。で、炎の矢を使って燃やします。さあ、これで焚き火をね4つ作ると、その場に上昇気流が発生するんですよ。これを使うと、はい、パラセールで高く舞い上がることができて、こんな感じでスタミナをそんなに使わずに登ることができます。他にも上昇気流が発生する条件っていろいろあるんですけど、自分で作るんやったらこの方法が一番楽かなとは思います。はい、じゃあこっから向こう行きますか。あそこにも敵の拠点があります。つわ、ほい、倒して、あいつらはそうですね、ちょっとこのマグネキャッチで倒しますか。おい、危ない危ない危ない。燃える槍で突き刺されたんやけど。やべ、もっとでかい箱じゃないときついな。ここはもういつも通り倒すか。手頃な崖があるんでね。落ちてた落ちてた。楽しそうだなお前。なあ、高いところが落ちるのも楽しいんじゃないか。うわえぐい殺し方やで、これ琥珀。うい、さて次はあそこの拠点ですね。あそこ確かね、うん、黒ボコブリンがいます。この青ボコブリンのさらにワンランク上の敵ですねがいるんで、これはちょっとね夜襲をかけましょう。夜にして寝込みを襲うっていう、勇者とは到底言えないそういう行為に出ましょう。さあ寝ましたね、弓矢のやつ以外は寝ましたね。じゃあパラセールでこっそり侵入しましょう。こっそりね、ゆっくり。さあこの状態で、バイバイ。 OK、 起きた、起きた、あいつら、あいつら起きちゃった。危ない危ない、考えぞこいつら、考えいいけど寝るやっぱ睡魔には勝てへんかったかお前らも。なるほどな。まずは青ボコを片付けていきましょう。意外とねこの立った状態で歩くだけでも意外と音立たないので、てか多分そっちの方が音立たへんのかな、しゃがみ歩きより。あらよっと。で問題はこの黒ボコですね。こいつ多分一発でやれないんで、はい、で反対側に上がって黒ボコ、あいつ武器下に落としちゃいよったぞ。ほい、でほいほい、オッケー倒した。これで宝箱取っちゃいましょう。オッケー、木の矢ありがて。
琥珀。はい。さっきの黒ボコが落とした武器ね。これね。兵士の剣。攻撃力14ですね。かつてハイラル城を守る兵士が使っていた剣。魔物と渡り合うことができる切れ味を持つ。金属の刀身は耐久力にも優れている。で、ちょっとついでに説明するんですけど、さっき焚き火4つで上昇気流ができるっていう話をしたんですけど、これですね。ポカポカ草の実。これを燃やすことでも、一瞬、こんな感じで、上昇気流を発生させることができます。でもすぐ消えちゃうんでね。焼きポカポカ草の実になりました。さて、あいつ倒したいな。氷の矢を撃ってきたやつ。兵士の盾。ありがてえ。防御26。これは強いな。オッケー。これじゃあ取っちゃいますか。琥珀。うい。さて、そしたら、アイスメーカーを使って、渡ります。で、ここに、イカダがありますね。これに、乗っていくんですけど、これイカダの動かし方が、コログのうちは、これ使います。これ振ると、風を起こすことができて、これで、イカダを進めることができると。いいですね。OK。で、対岸になぜ渡ったのかというと、この滝の裏の洞窟、この中に宝箱がいっぱいあるんですよ。トゲボコ弓。うい。木の矢。うい。炎の矢。うい。さて、トゥミウン家の祠に飛んできました。ああ、そっか。あいつらおったな、そういえば。あいつらはやっぱり、おらおらいおらいおらおらいはいはいはい出来し。さてさて、トゥミウン家の祠に飛んできたんですけど、ここ結構高い場所なんで、いろんなところに飛ぶのに便利なんですよね。明らかに変ですもんね、あの氷。あそこ飛びましょう。OK。で、この氷は、燃やすと。で、この状態で、さらに、松明燃やして、えい。溶けろ溶けろ。溶けろ溶けろ。薪だけじゃ、途中で火が届かなくなっちゃうんで。これで松明を使うことによって、最後まで燃やし尽くすことができる。コログです。またねー。さあ、続いては、ここのね、なんや。雷の矢を撃ってきた奴がいたところですね。ここ。この下にコログのポイントがあるんですけど、これどうやって飛んねんってなるんですけど、ここはマグネキャッチを使います。いい感じの、いい感じに配置することで、いけます。やったぜ。見つかった！またねー。まためんどくさいの出てきたよ。めんどくさいの出てきたよ。はい、お前の頭持って。おい！おしまいだぜ。うわ、えぐいな。こんなところに EX 宝箱があるじゃないか。爆弾や。強。うい。さあ、この意味深な石のサークル。一個欠けてる部分あると思いますけど。ここに、この、落ちている岩を置くことで、なんと、なんと、コログです。ありがとう。さてと、ここね、めちゃくちゃわかりやすじゃない、わかりにくいんですけど、わかります？あそこに、またブロック合わせのブロックが押してるんですよ。ここは、このパラセールを持ってないと、来れないですね。これを、
OK。 コログの実まだね。さて、次もちょっとまた分かりづらいところですね。まず、この岩の裏、ここコログいます。見つかったん、コログの実、ありがとう。で、こっからさらに下に下ります。すると、ちょっと気持ち悪い、気持ち悪くはないか妙に黒い岩があります。その下に意味深なまたちっちゃい岩がありますね。これはビタロック、これを使って、次の壊しよう。これで動かして取ると、コログです。使った、コログの実、ありがとう。さてと、滝の上にやってきました。こう滝見下ろすと、はい、またね、空中に浮いた敵がいます。まずあいつを、ここら辺 OK で、奥に宝箱あるんで、まずそれ取りましょう。炎の矢、ありがてえ。うい、で、ここに飛び降ります。で、さらにその下に飛び降りて、これがね、ちょっと後で必要になるんで取っておきたかった。騎士の両手剣43ですよ、攻撃力。攻撃力アッププラス5がついてるんで、本来38なんかな。ハイラル城を守っていた騎士の中でも特に力に自信がある者が携えていた体験、刃の切れ味も洗練されている。これね、いや、この序盤にしてはめちゃめちゃ強いよ、この武器。これ欲しかったんな。はい、うわっ、やべえ、着地狙われた。危ねえこいつ、知恵が回る。さて、ワモダイの祠のところに飛んできました。ここから、行きたい場所がちょっとあるんですけど、この真下ですね、青ボコが2体いるんですけど、それを越えたこの先ですね、ここに、爆弾岩で壊せる壁があるんで壊しちゃいますか。で、この中に宝箱ありますね。おのおのやー、うい、じゃあちょっとこれ使ってなんかやりたいですね。うん、この辺でいいかな。そして弓矢の電気の矢をあれに打つ。えげつない殺し方でしょ。これでやられたからな、こいつらに。いいでしょう。やり返しや。よーし、ジジイの家に戻ってきました。くそ、ハトしたかったな。ここにも、コログがいます。どこかっていうと、屋根の上登った、この上ですね、ここ。ここにも、一匹だけコログが、います。見つかったな。ありがとう。はい、あいつらはさっき手に入れたこの騎士の両手剣、ちょっと耐久値はもったいないんですけど、どのくらいの攻撃力を誇るのかっていうのをちょっとこいつらで試してみましょうか。まずは、おい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 強っ、盾も弾けるし。いやー、めちゃくちゃ強いな、この武器。いい武器ゲットしてしまったぜ。投擲槍。ほう。で、ここ。この奥の木の板があるところね。上に蜂の巣ありますね。あと、宝箱もあります。まず、これを燃やします。蜂を追っ払う。追っ払って、蜂の巣を取る。頑張り蜂の蜂蜜。巣から取れる蜂蜜は栄養満点。その高栄養価により、隠し味として使った料理は頑張りゲージ回復の効果を持つ。素晴らしい。
そして宝箱。爆弾や、ありがてえな。うい。さあ、じゃあバシフの祠飛んできました。この裏手にもね、コログがいますんで取りに行きますか。この鉄の扉の下、これどかして、ここですね。見つかったー、コログの実。またねー。さあ、また敵の拠点があるなあ。あれも倒したいんやけどな。いつも通りの歴史ルートですね、これはね。はい、よっとー、お疲れ様。やったぜ。旅人の剣いらんなあ。おい、次もまた空中に浮かぶ敵がいますね。あいつはまたやりますか。 OK。 いった。兵士の剣攻撃力アッププラス6。おお。おい、さてこの鎖の伸びている先、ここ鉄球があります。これをこの木の切れ目のところにはめると、コログ見つかった。コログの実ありがとう。捨てこう、使ったー。またねー。お、意味深な落ち葉の塊、これはファイル。ボフ。なんとその中から岩。そしてコログ。うわ、見つかった。コログの実。またねー。さあ、時の神殿のジージと喋ったところですね、ハイラルオート。そこからさらに上に上がることができます。あ、ちょっと。さあ、ここの上、登っていきましょう。とんがりの頂点にですね、コログ、います。見つかったー。コログの実。またねー。ということで、ここはすごいなー。一望できるなー。コログ邪魔やけど。いやー、すごい。ちょっと夜やからね、若干景色は悪いんですけど。いや、すごい。素晴らしい。ゲームの開始地点の、この開成の祠に戻ってきたんですけど、本来ね、ここにコログがいるはずなんですけど、出現してないんですよね。なんか条件があるのかわからないんですけど、なんか練習でやった時は、パラセールゲットしてる時点で、ここにコログが出現してたんですけど、今出てないですね。なんかの不具合なのかわかんないんですけど、これはまた、後で、行きましょう。で、今んとこ、この、始まりの大地にあるコログは、今の海星の祠のやつを抜いたら、全部、多分回収できてるはずです。さあ、見えますかね、あいつ。そう。ライネルです。このマスターモード限定で始まりの大地にめちゃくちゃ強いライネルが出現します。叫んでるな、あいつ。あいつを倒して、この始まりの大地を抜けたいと思います。とりあえずじゃあ、挑んでみましょうか。こいつどれだけ強いかというとですね。こんな感じです。もうめちゃくちゃです。めちゃくちゃ強いです。もちろん殴られば一撃で死にます。はい。はい。ってことで、こいつどうやって倒すんやと。
多分思ってる方とも多いと思います。ただ殴るだけやとね、確実に武器が壊れるんで、それをどうにか武器を壊さないように、かつダメージを与えていくっていう、これどうやってやるのかっていうと、まあやりながら説明していこうか。まず初手、あいつ叫ぶんですけど、叫び出るときに頭にヘッドショット入れるとこんな感じでひるみます。その状態で背中に乗ってこうやって攻撃すると5回殴れるんですけど、この殴ってるときっていうのは武器の耐久値が減らないです。そして敵が突っ込んでくるときにパリ、これをしてヘッドショット、今入らなかったんですけど、ヘッドショットを入れるとまたひるませて背中に乗って攻撃、これのループですね。で火吐き終わった後も、ヘッドショットを入れてひるませて背中を殴る、このループでこいつとは戦います。これをだからノーミスでパリーしてヘッドショットして、ちょっと待って、適度にこうやってね爆弾でダメージも入れつつ、あ、ちょっと今遅れちゃったんですけど、こんな感じですね。ヘッドショット、爆弾でダメージを入れて背中に乗る、で叩く、そしてまた敵が突っ込んでくるのを待ちます。今みたいにね、木に引っかかってね突っ込んでくるのがキャンセルになったりするんですよね。ここパリ入れてヘッドショット、爆弾で背中乗りで振り向きざまにヘッドショットで爆弾、これ一生このループでやるんですけど、これ結構時間かかるんですよ。見てもらったら分かるけど全然体力減ってないでしょ。これめちゃくちゃ時間かかるんで本気が結構必要なんですけど、これをちょっとねできるだけ短くしたいっていうことで、ちょっと一回やられましょうか。はい、お疲れ様です。さあじっちゃんの家に戻ってきました。ここで何をするのかというと、この料理鍋を使って料理します。さあ何を作るのかというとですね、ライネルをなるべく早く倒したいっていうことで、攻撃力を上げる、薬を作りたいと思います。まずこの普通のチュチュゼリーを、この火のところに投げます。すると赤チュチュゼリーというものが出来上がるんですね。この赤チュチュゼリー4つと序盤で捕まえたこの剣カブトを一緒にコトコト煮込むことによって、はい、力薬というものが出来上がります。攻撃が強くなる力効果レベル1、使うと全身に力がみなぎり武器を使った攻撃力が増加するっていう感じですね。ただこれ料理ってなんか成功と大成功っていうのがあって、それによってこの、付与される効果っていうのが変わってくんですよね。なのでレベルの高い効果がつくのを狙って、ちょっとリセマラ的なことをしたいと思います。おっと来たー、力薬レベル2、これですね。今みたいな効果音ができて、なんかリンクがめちゃくちゃ喜ぶんですよ。それが大成功の印ですね。力効果レベル2と。じゃあこれを飲んで、ライネルに挑みましょう。で、使う武器っていうのはもちろん、この騎士の両手剣ですね。これが43、攻撃力43で、プラス、レベル2、攻撃力アップレベル2が、攻撃力 1.3 倍になるのかな。まあ大体55くらい、55から6くらいのダメージを与えることができますね。これで奴と戦ってやろうじゃないか。さて
じゃあライネルに挑むとしましょう。まずはこの力薬レベル2飲むぜ。攻撃力アップ8分10秒つくぜ。いくぞライネル、お前を倒すためだけに噛んだ。この装備を整えてきた。いくぞ。えい、間違えた。リモコン爆弾だ。よし、行くぜ。ほら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 、わあ削れる削れる、いいね。ここだ。よし、えいえいえい、でいでいでい、よし、これの繰り返しだ。ここ、ふん、へい、くそ、ほらほらほら、そこがええやろ、ここがええやろ。さあ火入ってきたら3発避けてすぐさまヘッドショットを入れる。で爆弾を投げる。ちなみに爆弾は12ダメージです。 OK、 ここ、はい、ドン、いいぞ。ここ、よし、危なかった。今のね、突進の場合は若干その頭が開いた。説明してたのに。突進の場合は頭の位置が若干下なんですよ。あ、ちょっと待って、うわでやられる。リスポーン位置が近いな。よいしょ。オッケー。うわ。じゃあ振り返る。オッケー。ファイヤー。ファイヤー。ファイヤー。顎。ギャハ。これはやらない。爆弾は投げなくていい。癖になっちゃってるわ。ここは振り返る。顎がね、やっぱ狙いどころやな。急所やからな、顎って。それはライネルとて同じだろ。危ねえ、上昇気流来るかなと思ったら意外とそのままいっちゃった。よいしょ、あとちょっといけるか。さあ来い、ここ、よし、確実に顎を狙う。そして危ない、近い近い近い、よし、ラストじゃん。 OK、 いった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 、よし、ライネル撃破、やったー。ふう、意外と速攻倒せたな。じゃあこのライネルが落とすものがね、いいんですよ。これがライネルの蹄。ライネルの足からのみ取ることができる珍しい素材。馬のものより巨大でずっしりと重い。薬の材料になるが他に使い道があるかもしれない。ライネルの肝。ライネルから取ることができる貴重な素材。脈打つように動いており、ライネルの生命力の強さを伺える。薬の材料としての価値が高い。これを使うと結構効果が高くなるってことですね、多分。薬のライネルが生やしているたくましい角、驚くほど硬く多少の刃物では傷つかない。虫と一緒に煮込むと薬になる。いいですね。そして爆弾矢10本と重心の弓。デスマウンテン山頂から取れる特殊な金属で作られたライネルの号泣。複数放たれる矢は凄まじい威力を持ち、分厚い鎧も紙のように貫く。素晴らしい。そして重心の体験。デスマウンテン山頂から取れる特殊な金属を使うことによって桁外れな重さを持った両手武器。
振り下ろされる一撃は比類なき破壊力を誇る。これですよ。持てない。これですよ。え78ですって、攻撃力。しかも耐久アップ大ついてるし、序盤でこれが手に入れられるっていうのがマスターモードの醍醐味ではあるよね。いやー、テンション上がるぜ。さあ次回からはこの始まりの大地を降りて、この広大なハイダルの平原に降り立とうと思うわけなんですけれども、ここから先はね、ほぼほぼ覚えてないです。はい、なのでゆっくりまったりと多分進めていく感じになると思うので、よろしくお願いします。ではまた次回、お疲れ様です。